来たわ。はーん、出ました。新サバイバー。なんだっけ、セーブルウォード。言います。なんか人気出そうなビジュアルというかね。セフィロスの女の子版みたいな。で、こちらのこのパークが、なんか、結構ね、多分、ほぼ使えない。ほぼ使えないのが勢揃いで、全部地下に関係するパークなんで、あのように、地下に、地下のオーラが見える？オファリング焚いてきたから。で、一個だけ持ってきたんで、この雲みたいなやつ。名前ちょっと忘れたけど、雲みたいなやつ。で、これは、どうすんのこれ。なんか、ここで儀式をどうのこうのみたいな。え、どうすんのこれ。あ、これ？あ、これ？あ、これか？なるほど。ん？これで、これは？ん？あ、いや、押しっぱなしね。わかりました。まあ、そうね。基本押しっぱなしだよね。で、これを120秒やんなきゃいけないらしいんで。あ、先般です、これ。で、これが、お、来た？これオーラ見えるらしいからね。で、手伝ってもらうと早くなるらしいから。なんか来てない？近くない？で、これが終わると私が衰弱、ゲーム終わるまで衰弱になって。ん？え、なんか近くない？バレてるぞ、これ。え？まさか？ちょっと、ちょっとすいません、待ってもらえ、あ、ごめんね、待ってもらえる？ごめん、ちょ、待って。これ完了しても衰弱になって死ぬぞ、これ。え、かわいい見た目して。わ、ちょっと何これ？何これ？あ、妨害効果が入ってる。何これ？え？ちょ、キラーは確かに全然見なかったんで、まずサバ取ろうと思ってサバしか見てない。ちょっと何、おい、なんか食らってるぞ。おい、問答無用に聞きし。3人いれば結構早いんじゃないか、これ。なんだこれ。お茶会？おい、テーブル囲んでる。キラーも混じりたそうだよ、ほら。混ざる？ここ。入ります？で、これで衰弱になると、完了したら。来た！いや、来て、これで、いや、助けて、こっちのセリフだけどね。で、これで、ちょ、どうすんのこれ。出していただける？これ。で、これで、発電機が全部 15% 進む、即座にもう進んだらしいから。あ、ほら！これ 15%？ あ、まあ、進んでんだわ、これ。っていうね。以上です。まあだから、序盤に使うかって言われたらちょっと違うかもね。なんか終盤、もうこれ使ったら、試合が終わるまでずっと、この弱音みたいな。弱音で、立ち上がれない状態の弱音みたいな。序盤じゃないけど、ちょっと使いたくて、使いたくて、ちょっとパークもしっかりしたの持ってきたから、他。え、これだけ？あ、でも回ってる。各チームやっぱもう 15% 回ってるわ。これ、いらなくない？リスクしかないんだけど。で、しかもこれ多分、複数使えないから、確か。すべての生存者でなんか無効になるみたいな一人がやると、なんかそんなこと確かパッチノートに書いてあったから。なんかゲーム画面とね、パッチノートの説明が違ったけど、多分パッチノートが合ってるっぽいね、この感じだとね。これちょっと、いる？これ多分終盤だよ、絶対使うの。いや、でも終盤2分もさ、2分もあんなところでお茶会できないからね。まあ、他に協力者がいればまた違うけど、協力者いたら発電進んでないからね。これいる？これ。え、ちょ、あかんくない？これ。それどういう効果？ちょっと待って、ダウンするの？それ。ちょっと待って、素晴らしい。15% 進行してるから、もう着いたね。え？これ、あなたのですか？いや、違いますよ。どれのこと言ってんだ、それ。え、何キラー、結構こっち、それはイケメンが言ったら響くセリフだけどね。ちょっとやばい、おいでよはね、イケメンが言うか動物の森しか言っちゃいけないことになってるんで。これ厩舎入ってくれてる。え、ちょっと待って、殴り方なんか、ああ、なんか早く感じたけど、全然多分普通なんだろうな、あれ。なんか歩幅が大股じゃないから、すごい早く、小型犬のような足の運びしてる。だから多分早く感じるのは足の運びの速度なんだろうね、あれ。トラッパーとか大股でグイグイ歩くけど、あの子ちょこちょこちょこって感じだったもん。DVD 界のチワワ、あの子。チワワ。これ、もう工具箱ないんで、ちょっと待って、ないんで、拾います。私、逆境とデジャブあるんで、15% 早いんで、これ、雲いる？この雲。いや、他のもう2つのパークは、なんか重症が、なんか時間で勝手に治るようになったんでしょ？今回からというか。なんで、まあ、その地下にいる間、なんか、
15秒ごとに1トークンで5トークンまで貯められて、その1トークンにつき 20% 重傷が治るのが早くなるみたいなねやつと、あとは通常の回復速度の 60% でなんか自己回復できますみたいな、地下にいる時だけね。それもいらないんじゃない、この衰弱になるんだから。もうなんでこの雲だけ持ってきたから、重傷を受けてもいいし別に回復もしないから、これだから雲だけ今回持ってきたんだけど、これだって3つ持ってくる意味ないもんね。じゃ大丈夫やば、え、まさかてかメメント持ってきてたから、ちょっとこの子メメント対象者じゃないの。メメント見たーい。メメントを受けることできる、これ。まあなんか自分が食らってない時も見たいけどね、もちろん。その、自分が食らってる時の方がちゃんとした描写だもんね、おそらく。ここやります。もうこれでもこれだけだもんな、ほんとに。リスクしかないよ、こんなの。先ほども申し上げましたが、これいる？これちょっとこのパーク。いや、これ。やばい、見窓は厳しいですよ、これ。ん？え？ちょっと待って、何これ？ちょ、これ。え、バグって何これ？え、入れない？はい、え、え？はい、え、入れ、ちょ、何これ？すいません、これ何ですか、これ？え、これ何？え？見窓じゃないんだけど、ここね。え、何？入れないロッカー。え、バグ？え、そっちも窓じゃなくない？これ。あ、ちょ、ちょ、なにこれ、出らんないんですけど。ちょ、なにこれ、え、これ飛べんのかな。これバグでしょ、さすがに。これはゴウゴウ言ってる時点でバグ。ちょっと待って、危ねえ、出られた、出られないかと思った。もう迷宮入りしたかと思った。もう何や、二窓でしょあれ、もともと。なんじゃあれ、もうひどくない、もう。っていうか、新マップ見たかったんですけど、誰かサバが畑炊いたのよ、これ。なんで畑なんか炊くん、新マップが見たかったのに畑と思って。そしたらあのバグでしょ、もうダメよ、もう畑とか。畑ほんとオーラがね見えないんだよね、なんかこういうなんか藁とかを返さないと。発電機の生成が全然わかんなかった、さっき。え、これメメント対象者の子追われてるんじゃない、なんか両方追われてんな、なんか見られるのでは。でも近くにいなきゃ見らんないから、自分がしてもらう以外ないけど、ゼロ釣りなんだよね、これ。え、どう？え、ちょっと待って、なんすか。はいはいはい、よっ、荷釣りの子、どこだ、荷釣りの子、ぶん殴られてる。え、あー、痛い、え、メメントじゃないの。え、いい、見させて、拝見させていただいてよろしい、来るか、来た、え、消えたぞ。え、あれ、サバは。え、いや、送られてる。いや、これぞ恐怖じゃないよ。え、何これ。え、なんかよくわかんない。え、消えた。え、消えた。え、ちょ、わかんない、これ。何、何サバがワープした。何これ。え、あ、こんなんできんのこれ。何してんだこれ。あ、消せるんだ。何、あ、はい、しょうがないな。でもメメント確かにちょっと食らいたいっていうか見たいよね。自分がキラーやるときに見ればいいみたいなとこ。バグ？もうさっきの2窓の剣があるから、もうどっちか分かんないこれ。キラーもブルブルしてたし。え？どういう状況？ちょ。これはついたらどうなんのこれ。これがつい、え、これダウンするのかな？これ、何回か食らったら。え、強っ。え、2人同時にダウンしたよこれ。え、強くない。え、あの子弱音だから立ち上がるよ先に。まあいいですけど、わたメメントを食らうためにちょっと、まあ、PTB ならではのこの雰囲気出てる。これ、え、これ起き上がった。どする。え、いける。あ、開ける。あ、開けた。いいですか、いいですか。で、どうする。もう一回釣られないと無理なんだよな、多分これ。あ、これを払いのけることができると。これをね、これを持ち上げ、おお、ちょっと何、これを持ち上げるの手伝ってそれよ。あいーん、これでもうこんな、もう PTB はこんなエンジョイでした。こんなガチモンのパーク、デッドハードとかつけてきたの恥ずかしい、もう恥ずかしい、もう。
じゃあ、あのゲートの中でね、なんか指差ししてたよね、今ね。中でやれという。お達成、そこだな、そうだな。ここで待機してるもんな。しょうがないわね。ここでね、ちょっとアイテムあると、あれかもしれないから、ここでね。どの辺？ここら辺でいい？どんな感じ？お腹出てなかった今。結構お腹出てんな。おっ！おっ！え？いや、ちょっと、センシティブになりかねない。ちょ、えぇ！えぇ！うわ！すごい！え？何それ？あ、何これ？なんか、テキサスチェーンソーみたいな風景。